か。おっちょもー。だから、いるなら返事しなって。あ、そうそう。こないだ借りたやつ返しに来たんだ。ありがとね。そっちも覚えてたか。買ってくるから、ポテチは今度ってことでよくない？そんな。じゃあさ、今日も耳かきするから、ポテチはなしってことにしない？好きでしょ、耳かき。膝枕だよ。柔らかいよ。ほれほれ。膝枕で耳かきの誘惑には勝てなかったね。さてと、ポテチ代のためにやりますか。なんだ、こないだのままじゃん。綿棒のケースに耳かき入ってるし。って私がやったんだっけ？ で、耳かきがいい？綿棒がいい？どっちもはやだな。そうですね。決めれる立場じゃないですね。っていうか、2つ使うことってなくない？耳かきで剥がして綿棒で取るのがいいのかな。耳かき空にしよっか。動かないでね。綿棒よりも硬いから、そーっと。てかさ、耳かきのお店だったらポテチじゃ足りないよね。知らない？あるんだよ、イヤーエステって。でもそういうとこはもっとちゃんとやるんだろうね。私のは好きでやってるだけだもんね。やっぱポテチだわ。でもちょうどいいんじゃない？こんくらいの
ゆるーい感じが。いい感じに剥がれたと思うんだけど、耳かきも綿棒を持って初めてだからよくわかんないな。まあいっか、あと綿棒ね。はーい、じっとしてんだよー。そーっと。あー、ちょっと崩れて細かくなってるな。綿棒にはくっついてくるんだけど。耳垢ってやっぱ大きいまま取りたくない？こうやってちょっとずつズリズリって引っ張るみたいにしてさ。やりすぎて血とか出たら嫌なんだけど、細かいの残ってるし。ああ、こっちのふわふわこういう時に使えばいいのね。なるほどな。ふわふわ。
しなくて、あんま好きじゃないんだけどさ、気持ちよさそうな顔してるの見るとね、悪くないかもってかな。次反対ね。なんか改まって言われると照れるな。行くよ。こっち向いたらダメだからね。反対。いいから早くしてよ。と耳かきからだっけ。耳かきで耳垢を剥がすように、カリカリ。そうそう、友達もマウスとかの溝を掃除するの好きだって言ってたよ。探せばそういうの好きな人結構いるのかもね。あ、ちょっと待って、ここをちょっと変えて、動画もあるよね。すっごくでかいの撮ってるやつ。
私はあそこまで溜まってたら無理。だって怖いし。あ、動かないで。耳の奥に落ちちゃうから。綿棒、綿棒っと。そのまま、そのまま。そーっと。そういえばさ、黒綿棒ってあるじゃん。あれいいよね。はぁ、耳垢取れてるって感じで。ん？ここ？なんもないんだけど。しょうがないな。スリスリ。そっかそっか。はい、おしまい。じゃあ私はこれで。はいはい、冗談だっての。食べ物の恨みは怖いわ、ほんと。
時だけ損してる感じすんだよね。そっちだけ気持ちよさそうな顔しちゃってさ。まあいいんだけどね。終わりもっと？ダメだってないのにやってもつまんないし、今日はこれでおしまい。いい子だからお願い聞いてね。てなわけで終わり。いやー、最後にいい顔見れたし、耳かきもできたし、楽しかったわー。いいよ、また耳かきしよっか。でも次はただってわけにはいかないかな。別にポテチが好きなわけじゃないって、たまたま会ったの持ってっただけじゃん。はいはい、じゃあ次して欲しかったらのりしようね。じゃねー。